ムタズエ・サバ・ルシムは、カタールの男子陸上競技選手。専門は、ソタ高トび。母親は、スーダン人。父親は、カタール生まれのカタール人で、競歩の元カタール代表である。また、3歳年が離れた弟のムイマ・アイサ・バー・ショムも、ソタ高トびの選手で、2014年、アジア競技大会において、銅メダルを獲得している。2010年に、 アジア室内陸上競技選手権大会で優勝し、同年の世界室内陸上競技選手権大会の代表に選ばれたが、予選14位で敗退した。アジアジュニア陸上競技選手権大会では2メートル3 1の国内記録であり、アジア歴第8位の記録で優勝しており、世界ジュニア陸上競技選手権大会でも金メダルを獲得した。2011年のアジア、 陸上競技選手権大会では2立方メートル5の国内記録で優勝している。2012年8月7日、ロンドンオリンピック男子総高飛び決勝で銅メダルを獲得した。同年8月には2立方メートル9のアジア大記録、屋外世界歴代8位体を出した。2013年6月1日、バルシムは ダイヤモンドリーグユージーン大会において2メートル40のアジアシーンを呼び、屋外世界歴代4位タイの記録を出した。2メートル40オーバー成功は、屋外では21世紀初となり、室内を合わせても4年ぶりのこととなった。この高さは1ヶ月後の7月4日。 ウクライナのボーダン・ボンダレンコがダイヤモンドリーグローザンヌ大会において2メートル41の屋外世界歴代3位体の記録を出すまで2013年の最高記録であった。なお、同じ年に複数の選手が2メートル40オーバーを記録するのはキューバのハビエル・ソトマヨルとアメリカのチャールズ・オースチンが2メートル40を飛んだ1991年以来22年ぶりのこととなった。 2021年の東京オリンピックでは2立方メートル7の記録まで一度も失敗なしで成功させたが2立方メートル9は3回とも失敗になった。また、イタリアのジャンマルコ・タンベリも全く同じ記録と成功主義となり2人が1位で並ぶ結果となった。しかし2人は審判からのジャンプオフの提案を断り2人とも金メダルとなった。ありがとうございます。